ダイアーストレーツ、ダイアーストレーツ、ダイアーストレーツはイギリスのロックバンド。1970年代末から90年代初頭にかけてポップシーンにありながらも流行とは一線を画した音楽で世界的な人気を誇ったグループである。1983年に来日。1976年ドンドンにて結成される。オリジナルメンバーはマーク・ノップラー。 リードギターボーカルとデビット・ノップラー、リズムギター、ジョン・イルズリー、ベース、ピック・ウィザース、ドラムの4人構成で、当初のグループ名は、カフェ・レイサーズ、カフェ・レイサース。当時、音楽で生計を立てていたのは、セッションマンのウィザースのみで、マークは成人教育カレッジの講師、デビットは民生委員、ジョンは大学に通うかたわら銀行に勤めて、収入を得て、それを、 そっくり音楽活動に注ぎ込んでいた。ウィザースの友人が万年金欠状態のメンバーをからかって叩いた軽口を拝借して、ダイヤーストレーツ、ダイヤーは、ひどい、無残な、差し迫った、ストレートは、弾崖、苦境、困窮の意の名称に落ち着く。ようやく九百七十七年に、バーティゴレコードと契約したバンドは、1978年に、トーキングヘッズのイギリスツアーで、 オープニングアクトを務めた後、マフ・ウィンウッド、元スペンサー・デイビスグループのベーシストで、スティーブ・ウィンウッドの2位のプロデュースで、ファーストアルバムの録音に入った。また、同年には、ワーナー・ブラザース・レコードと米国及び、カナダの北米地区における契約を得ている。1978年にファーストアルバム、悲しきサルタンをリリースする。ルーツミュージックに、 独自の解釈を施した音楽に高い評価をつける向きもあったものの、当時のトレンドである音楽ジャンルとは異質であり、直ちにチャートアクションには反映されなかった。しかし、オランダのラジオで、ファーストシングルの悲しきサルタンがヘビーテーションされた頃から、風向きが変わりチャートを上昇。その後ヨーロッパとアメリカに飛び火した人気が、本国も刺激し、ツアーの効果もあってアルバムは全米で2位。 全英で8位を記録し、全世界で1、500万枚を売り上げる。また、ロサンゼルスで、ダイアーストレーツのライブを見たボブ・ディランは、ノップラーとウィザースを、アルバム、スロートレイミングのレコーディングメンバーに起用した。1979年には、セカンドアルバム、コミュニケも成功を収めるが、1980年、アルバム、メイキングムービーズ制作中に、 デビッド・ノップラーが脱退し、イーストリートバンドのロイ・ビターンが代役を務める。その後、ハルリンデスとアラン・クラークが加入し、バンドは5人編成となった。1982年、アルバム、ラブ・オーバー・ゴールドが全英アルバムチャートで1位を獲得し、同作からの先行シングル、悲しみのダイアリーが、イギリスやオランダ等で大ヒットするが、 同アルバムを最後にピック・ウィザースが脱退し、元ロックパイルのテリー・ウィリアムズが加入。1983年には、最初で最後の日本公演も行った。同年には、ノップラーとクラークが、ボブ・ディランのアルバム、インフィデルのレコーディングに参加し、ノップラーは共同プロデューサーも務めた。その後、ハルリンデスが脱退し、ガイ・フレッチャーが加入。1985年に発表した。 アルバム、ブラザーズ・イン・はアームスでは、スティングをフィーチャーしたシングル曲、マネー・フォー・ラッシングの 3DCG、当時としては最新鋭の技術であった折り、入れたミュージックビデオが MTV で大量にオンエアされた。ちなみに、もともとは MTV に対する不満などを述べた曲なのだが、MTV によってヒットしたという皮肉な結果に終わっている、効果全米1位を3週連続でキープする。 爆発的なヒットを記録。イギリス国内だけでも390万枚以上を売り上げるセールスを達成し、英国内での歴代アルバムセールスランキングでも、クイーンのグレーテストヒツ、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンディ・ハーツ・クラブ・バンド、アボのアバゴールド、オアシスのモーニング・グローリー、アデルの21、マイケル・ジャクソンのスリラーに次ぐ歴代7位を記録。 2012年5月時点、また、並行して刊行された2度のワールドツアーの効果も、相まって、最終的に、全世界で3、000000 000 000枚を超える、セールスを上げる。なお、このアルバムは LP から CD への移行期にあたり、大ヒットしたアルバムということもあり、売上内訳で、LP よりも CD が売れたことでも話題になった。1988年9月 マーク・ノップラーは、ダイアー・ストレーツの解散を発表し、10月に、ベストアルバム、マネー・フォー・ナッシングが発表される。ノップラーと、ダイ・フレッチャーは、ノッティング・ヒル・ビリーズのメンバーとして活動。1991年には、ノップラー、イルズリー、クラーク、フレッチャーが再結集し、ジェフ・ポーカロやマヌ・カチェ等のセッションミュージシャンを迎えて、制作したアルバム、 オン・エブリーストートをリリース。さらに、同アルバム発表後のライブを収録した、オン・ザ・ナイト、ダイヤーストレーツライブと過去のスタジオライブ音源を発掘した、ライブアットザ・ BBC リリースするが、世界的グループとして大規模な公演を行うことに疲れを感じたマーク、ノップラーの判断で、1995年に再び解散が発表された。バンドのアイデンティティのほぼべてを、 フロントマンのノップラーに追っており、彼が書いた楽曲以外の曲は、アルバムでもステージでも、ほとんど取り上げられていない、ごく例外的に、最初期のライブではマークとデビットが共作した、What's the m a t e r Baby? がセットリストに入っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。